はい、じゃあ関大の最新の問題2つ目ですね。早速まずは解いてみてください。どうぞ。では解説します。前の動画では関大で大事なポイントは根拠を取ることと言いましたね。ですからちゃんと書いてるところを発見してそれを踏まえて答えを出す、でこれが大事なんですが、実はその単純そうな作業に見えてもそれでも答えが出ないっていう人がいるんですね。これはどういうことかというと、根拠をある箇所に取りました、でその根拠の箇所をちゃんと和訳できてますかとか、その訳した箇所を言い換えられますかっていうね、これ実は正しいというかこの深い力聞かれてるんですよね。特に今回はその言い換えの力があるかっていうことを試しました。これはもうセンター試験と同様に関大がもう従来からずっと試している力なんですね。はい、じゃあ早速まずは本文見て根拠を取っていきましょう。この文章も前の動画と同じで、まあ、主人公がドラマーになりたいという話だったんですが、それを踏まえてこのもう一文でいきましょうか。で、私は何々じゃないと、だがというふうに文が続いているので、こういうとこも正確にね、一文が長くなってもしっかり訳していてください。私は何々じゃない、だけど With tears pouring down my face、まあ、これはもう文法の復習ね。この with は直後に O と C、まあ、with OC の形で O が C するなんとかだというふうに訳しますよね。涙が自分の顔を流れていて、だからまあ泣いてるんですね。泣きながらぐらいの感じです。泣きながら私は I prayed to God that、あのプレイは祈るですよね。 that 以下のことを神にお祈りしました。私はもうこの場所に、はい、いたくないということをまあねお祈りしたんだって書いてますが、さあじゃあこれを踏まえて問題を解こうと思っても空所に何入るか出ないですね。私は何々じゃないんだが、泣きながら私はお祈りをしました。はい、じゃあ空所に入る言葉は分かりますかってなったら出ないですよね。実はこのようにもう本文だけを見てもう答えがこれでしょって出る問題もあれば出ない問題もあるんですよ。前回の動画みたいに本文さえちゃんと読んでおけば答えがヒントで出るっていうパターンもありますけど、それが出ない場合にはどうするかというと、まあこれはもう選択肢を見て入れていきながら訳が通るかを確認する、まあ、少し難しく言うとその内容の整合性が合うかってことを分析できないとダメなんですね。はい、じゃあそれを踏まえて見ていくんですが、まず A の選択肢、これ入れる人ちょっといたんじゃないかなと。私は楽観的ではないが、まあ楽観的ではないが泣きながら、これ変ですよね。楽観的じゃない、つまり前向きに考えられない、だが泣いているってどっちなんだって話ね。まあ、あくまでもこのバットがある以上は前後文で何かしらの対比の内容になってるわけなんで、まあここがアンドとかだったらねまだわからんでもない、楽観的ではなくて泣きながらっていうねアンドみたいな順説ならばまあ通ると思うんですが、これじゃありません。はい、じゃあそして B のですね gracious、 まずこの単語があんまりわかんないってね、まあこれはカンカン同率のあるあるで、まずそもそも単語をきちんと覚えていないから答えが出せないっていうパターン、これはすごい怖いです。まあ、ちなみにグレイシャスは優雅なとか、まあ、優しいとかね、今回人が主語なんで優しいです。私は親切ではないのだが泣きながら、もう関係ないですね。何も前後では対比をするための共通点がありません。はい、まあ、要は訳してみて、別につながらないと。そして C ですね、これも選びがちな感じがする。アーティスティック、芸術的なとか、まあ、その才能があるということで、これドラマーになりたい話なんで、私には芸術的な才能がなくて、でだが泣きながら、これも変なわかる。だからこういう選択肢を選んでしまう人って、あ今回この主人公は自分がねドラマーになりたいんだけど才能がないんじゃないかっていう勝手に主張から攻めるんです。よく言われるパターンは読んでて文脈でわかるでしょっていう人いるんですけど、いやそれはそうとは限らないよって話。むしろ関大とか、まあ、カンカン同率全般は一文をちゃんと訳さないと答えが出ない。もちろん一文だけで全部出るわけじゃないけども、実際一文だけ読んだ方が答えが出るレベルかなと思ってるぐらいですから、長文として全体の主張は捉えて読んでいくんですけど、この一文ではまず何が狙われてるかはしっかり和訳しないと。はい、
でこれで、C の選択肢を入れてみて、私は芸術的ではないのだが泣きながらと訳してみても訳が通らないんですよ。じゃあ残った D はどうなのかって話なんですが、ここですね。宗教的じゃない、このリリジャスは宗教的と訳してもいいし、要は心身深いとか経験深い、まあ、要はその神のことを考えるって意味で使います。ここですね、こっちか。 I prayed God to God、 神にお祈りしていますね。だからここにリリジャスを入れることによって、私はね経験深くはない、そんなに神様のことを常にお祈りするキャラではないんだけど、泣きながら神様にこういうふうに祈ったのだということで、本文に書いている根拠で論理上成立するのは、今回こことここがね、まあ対比関係になってるじゃないですか。今回本文に記載された根拠で成立するのはこれは D しかないと。まあこのように、いきなり空所にね自分で答えが選べない場合でも、本文に書いてる言葉をちゃんと当てはめてやると。ただし自分なりに当てはめてもダメね、きちんと和訳が通るかどうかを考える。はい、まあこれはだから人によってはバットが対比だから成り立つものとか、まあいろいろな教え方はあると思うんですが、まず一文の訳でそれが通じるかどうかを考えていく、こういった面では思考力がすごく試されますね。で今回はこの神様にお祈りするっていう表現に対して、こっちはリリジャスっていうふうに単語は変わってる、同じ意味を言ってるんだけど英語では基本同じ語は繰り返さないと。だからこういったね根拠の箇所を発見しても、それを、はい、きちんと言い換えで、選択肢探せますかということが問われている問題でした。はい、じゃあ、こういう感じのね言い換えはね、空所だけじゃなくて下線部言い換えとか内容合致でもよく出ますから、どっかヒントになる部分発見してもそのままの語句を選ぶんじゃないよ。特に内容合致ではそういう傾向は強いから、同じ語句を選ぶんじゃなくて特に言い換えられてるんじゃないかってことを考えて問題を攻めるようにしてみてください。はい、この問題も文構造を取りましょうか。では文頭から、What is something? 何だったんですかって話。そしてこの something の直後、 You should have というふうに、これまた SV 来てますね。このように名詞の直後に S と V の形が来たら、ここには関係代名詞、これが省略されてます。まあ簡単に言うとね、これ前にかかるんだと思ってください。そしてこの関係代名詞の場合は、後ろに来る単語が一つ抜けること分かりますか。まあ簡単に言うとこれね、 The bank I bought、 はい、名詞 SV の形になってますね。私が買ったカバンというふうに、私が買った目的語が前に移動してますよね。まあこのように、いやよくね文法で出る名詞 SV のパターンは、直後に来る目的語などね、まあとりあえず一つ後ろの語句が前に移動するということが大事です。ちょっとそれを気にしながら構造を見ていきましょう。あなたはね、ゴッとすべきだったのに。で、a professional、 これ目的語、後ろ空所ですね。さあこの空所に何か語句を入れて、やらないといけないんですが、はい、まずねポイントはここ。今この文の構造を見ているから、このゲット、そもそも動詞の語法に関してはだいぶ強くなっておいてください。ゲットに関しての使い方は、ゲットトゥドゥ、ゲットキーピー、まずこの2つは有名ですよね。ゲットはねいっぱい使い方というかいろんな文献あるんですが、まあ、今回の場合はゲットをトゥドゥかピーピーですよという話。さてじゃあどちらでしょうか。まあそれではない選択肢はもう関係ないから消しておきますね。この辺はもう動詞なんで、今回 O の直後に来る形ではないですね。で2番と4番、そしてここで大事になってくるのが先ほどのこいつね、 which。 このように関係代名詞があるもしくは省略される場合、どちらでも構いませんが、必ず目的語が一つ前に行きます。つまりこの something っていうのが
文のどこかに入る形じゃないと成立しません。はい、じゃあ get o pp、2番の形を入れたら直後に something 置けますか、それとも to do っていう答えを入れると直後に something 置けますか。はい、基礎知識が今なくてもできますね。もちろんこっちです。この to do の直後にもともと something、 これがあったんだけど前に移動したという形式で使われています。だからこれあなたがプロにさせるはずだったが、ちょっとこれ続きいきましょうか。させるはずだったが結局自分でした。まあここまでが一つの塊なんですけど、あなたがプロにさせるはずだったが結局は自分でしたものね。つまりあなたがプロにさせるはずだったものっていうふうに、もともとこの to do の目的語が前に移動しただけなので、そのことを分かっておれば4番だということに安易に気づきます。はい、まあこのようにですね、まあ少し難しめに見えましたが、これ文構造を取るのは文法のためにやってるわけではないよね。近代に関しては文法の点数がそれで取れるし、そして長文のセクションも結局は書いてる箇所を和訳できるかどうかで決まるんですよ。特に近代はその傾向が強いです。ですから、近代のこのね対策をする方はまずは文構造をしっかりやると、そして、近代以外を受ける方もそもそも文の構造を取る力をつけておかないと、後々長文中でそれを無意識に早くやるということができなくなりますから、まずねこの早い段階に文構造をマスターしていこうということを皆さんにお勧めしておきます。以上です。